ハウスの罠は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第6シリーズ第4話。2011年5月14日にイギリスとアメリカ合衆国で初放送された。ニール・ゲイマンが脚本を、リチャード・クラークが監督を担当した。本作では、ハウスと呼ばれる存在が異星人のタイムトラベラー11代目ドクターと彼のコンパニオンのエイミー・ポンドとローリー・ウィリアムズを騙し、苦痛のメッセージを送ることで、ドクターのタイムマシンであるターディスを呼び寄せ、宇宙の外にある天体ハウスに誘い込む。ハウスはターディスのマトリックスを除去して、それを女性、イドリスの肉体に挿入する。イドリスはドクターに協力し、ターディスを使ってポケット宇宙からの脱出を目論むハウスを止めようとする。ハウスの罠は、もともと第5シリーズのエピソードとしての制作が意図されていたが、予算の問題で先延ばしにされた。ゲイマンは何度も台本を改訂し、制作が合うように登場人物や出来事を追加、除去した。本作は2010年秋に撮影され、子供向け番組、ブルーピーターのコンテスト優勝者がデザインした間に合わせのターディスのコントロールルームが登場した。本作はイギリスで797万人の視聴者と批評家からの肯定的なレビューを獲得し、特にジョーンズの演技が絶賛された。本作は2011年レイ・ブラッドベリ賞と2012年ヒューゴー賞映像部門短編部門を受賞した。ドクターはコントロールルームの見た目の変化をデスクトップのテーマの変更になぞらえており、これは5代目ドクターがタイムクラッシュでしていたものと同じ例えである。インフェルノでの3代目ドクターと同様に、ドクターとイドリスはターディスの外殻なしでコンソールを操縦している。ドクターは加速のためにターディスの部屋を燃やしており、これはラガーパリスやカストロバルバでも言ったことである。ドクターはタイムロード全員を殺害したことを認めており、これはタイムウォーのことを暗に示している。ザ・ウォーゲームズで2代目ドクターは本作に登場したものと同様のキューブを使ってタイムロードとコンタクトを取っている。ドクターは自身のことをボックスの中にいる本物の変人だと紹介しており、これは11番目の時間でのエイミーに対する答えを反映したものである。ドクターはネフューに対し、アナザード、アイフェールド2セーブ、と述べている。第2シリーズ、地獄への扉でドクターは、時間がなくウードを救えなかったと述べていた。イドリスの不可解な言葉ザ・オンリー・ウォーター・イン・ザ・フォレスト・イズ・ザ・リバーは、第6シリーズ中盤のフィナーレ、ドクターの戦争で説明された。ハウスの罠は、ドクター風で初めて、ニール・ゲイマンが執筆したエピソードである。時代エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットとの夕食で、脚本家、ニール・ゲイマンは、モファットに自分がエピソードを書いてもよいか質問した。インタビューでは、ゲイマンは、今までは誰も思いつかなかっただろうものを思いついたと述べた。元々のタイトルは、ザ・ハウス・オブ・ナッシングで、ゲイマンが着手して、ビガー・オン・ザ・インサイドに変更した後6週間程度は、このままであったが、タイトルが、ビガー・オン・ザ・インサイドではイドリスがターディスであるという、サプライズが漏洩してしまうと制作チームが危惧し、さらに変更が加えられた。ザ・ドクターズ・ワイフは1984年のザ・ケーブス・オブ・アンドラザニーに付けられたフェイクのタイトルでもあり、当時のプロデューサージョン・ネイ・サンターナーはオフィスでの予想される漏洩を避けるために計画ボート上でタイトルを変更した。ゲイマンは1963年に番組が始まってから一度も制作されることのなかったターディス自体を中心にしたエピソードを制作チームに提案した。元々の計画ではドクターがターディスの中の敵に追われるというアイデアに焦点が当てられたが、後に複数の変更が加えられた。ドクターがターディスに詳しいため敵から逃れるのが容易になってしまうと考えた。ゲイマンはコンパニオンに焦点を当てる計画に変更し、単純な逃亡劇を避けるために、特定のエイリアンよりもターディスを脅威にし、さらにこの攻撃の間にターディスの精神に起きたことをイドリスが説明するというアイデアも採用した。中心となるアイデアは、ドクターとターディスが共に歩くと何が起こるのか、という、もしだったらのシナリオだった。モファットは、ターディスを女性として描写するアイデアを気に入り、ドクターにとっての究極のラブストーリーになると、確信した。ゲイマンは、マット・スミスが11代目ドクターにキャスティングされるよりも、前にこのエピソードの執筆を始めていた。ゲイマンはスミスが、先代のデイビッド・テナントと違う演技をすると知りつつ、初期草案でテナントが演じる様子を想像していたが、これにもかかわらず、台本にセリフの問題はなかった。本作は、もともと第5シリーズの第11話として予定されていたが、予算の問題で第6シリーズに先延ばしされ、第11話は下宿人に置き換えられた。しかし、それでも、ゲイマンは理想よりも少ない予算での運営を余儀なくされた。例えば、彼はターディスのプールを舞台とするシーンを没にせざるを得ず、さらに自分でデザインしたモンスターではなくウードを使わなくてはならなかった。第6シリーズへ移動したということは、第5シリーズのオリジナル枠では途中退場していた、ローリーが物語に登場することも意味した。ローリーが物語に組み込まれたため、ゲイマンはエイミーがターディスの中を逃げるエピソードの後半の形を変更せねばならなかった。コンパニオンがエイミーただ一人であったオリジナル草案では、ゲイマンはエイミーによる心を割くようなモノローグを取り入れていた。それは、コンパニオンの視点から見た世界を論じたもので、エイミーが結婚し、怪物に食われ、死んだ後でもドクターは永遠に進み続けることが指摘されていた。ある時点で、ゲイマンは草案の書き直しに疲れ、モファットに助けを求めた。モファットは、ゲイマンの言う最高のセリフを書き、予算の問題が撮影のロケ地に悪影響を及ぼした。際には素早く複数のシーンを書き直した2010年9月、サランヌ・ジョーンズがドクター・フー第6シリーズにイドリス役でゲスト出演することが告知された。ジョーンズはザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズのエピソードモナリザ・エス・リベンジでモナリザ役を演じていたザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズに複数回出演した後、ジョーンズは美しいが奇妙な風貌で極めて面白いという変わった女優を探していたゲイマンからドクター風に出演するよう依頼を受けた。その間にもファットはイドリスをセクシーかつ母親のようで、かつ完全に狂気的でかつ穏やかであると表現した。台本の読み合わせの間、プロデューサーたちは彼女に北方や標準的な訛りではなく、ややドクターのように演じて欲しかったため、少しアクセントをなくすように依頼した。後に2011年3月には、マイケル・シーンも登場人物の声としてゲスト出演することが議論により確かにされた。また、8代目ドクターのオーディオドラマタイムワークスでザニス役を演じたエイドリアン・シラーもおじさん役で出演した。ハウスの罠は第6シリーズに移されてからは第3話として予定されていたが、制作過程の間に順番が変更された。当初の制作は9月に行われ、ゲイマンもドクトル・フー・コンフィデンシャルの撮影のため現場を訪れていた。追加の撮影は2010年10月に行われ、ゲスト出演者サランヌ・ジョーンズがグリーンスクリーンの特殊効果を撮影した。エイミーとローリーが逃げるシーンでは、コントロールルームの外のターディスが視聴者にも開示されており、これは長きにわたって、プロデューサーたちが実現したいと考えていたことであった。一連の廊下は、将来的な利用も考えて、建設、保存された。また、本作では、クリストファー・エクルストンとデイビッド・テナントが使用していた、古いターディスのコントロールルームも登場した。ゲイマンはもともと、オリジナルシリーズのコンソールルームを再建したかったが、費用の関係で不可能だった。セットは11番目の時間の撮影の後も保存されていたが、それ以来ドクトル・フー・エクスペリエンスの展示物になっていた。俳優アーサー・ダービルは古いセットの床がクレーターのような質であり、長時間その場に伏せていなければならなかった時は快適でなかったと指摘した。イドリスの衣装と間に合わせのターディス、ハウスの罠にはドクターとイドリスが操縦する。間に合わせのターディスのコンソールも登場した。このコンソールは子供向け番組、ブルーピーターで開催された家具に基づいたターディスを視聴者が想像するコンテストで優勝したトッドモーデン在住の女学生、スザンナ・レイヤがデザインしたものである。3つの年齢層のデザイナーがスミスにより選ばれ、レイヤのデザインはモハットと第5シリーズの制作デザイナーのエドワード・トーマス、そしてブルーピーターの編集者、ティム・レベルにより最終選考を突破した。第6シリーズの制作デザイナーであるマイケル・ピックウォードは、レイヤのデザインが本作で求められる間に合わせのコンソールの状態だけでなく、過去のターディスのガラクタ状態とまでもを捉えているとコメントした。レイヤのデザインズはターディスの製造にコートのハンガーを使うなど制作チームが忠実に番組の小道具として再デザインした。レイヤはブルーピーターの企画により制作中のセットや間に合わせのターディスのシーンの撮影ロケを見学でき、スミスやパの演者たちを呼び、制作スタッフとも会うことができた。2011年には、レイヤのコンソールを元にした玩具も発売予定であった。ポケット宇宙の天体ハウスは、カーディフの外の採石場で撮影された。ハウスの罠は、イギリスの BBC1 とアメリカの姉妹局 BBC、アメリカで2011年5月14日に初放送された。イギリスでは、問屋の視聴者数は609万人に達し、番組視聴選挙率は 29.5% を記録した。これは、放送日の夜では、ITV1 のブリテンズ・ゴット・タレントと、その後、BBC1 で放送された、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2011に次いで3番目に高い記録であった。バーブによると、最終視聴者数は797万人。番組視聴選挙率は 34.7% であった。アプリシエーションインデックスは87を記録した。日本では、ドクター・フー・ニュー・ジェネレーション第2シリーズとして2016年8月から第6シリーズのレギュラー放送がアクションミステリーにて始まり、ハウスの罠は8月11日午後11時5分から、前話、セイレーンの呪いに続けて放送された。本作は、肯定的に受け止められ、多くの批評家がターディス役のジョーンズの演技を称賛した。ガーディアン紙のダン・マーティンは、ワイルドなアイデアがこれだけ多く、効果を表せば、誤ることがあまりにも簡単になってしまう。それでも本作は、どの感覚においても完璧に仕上がっていると述べ、特にサラン・ル・ジョーンズについて、すっかり痺れるようだったと絶賛した。後にマーティンは、当時未放送のドクター最後の日を除く第6シリーズのエピソードの中で本作を3番目に位置づけた。ザ・ AV クラブは本作に A の評価を与え、大変素晴らしいエピソードで、クレバーなコンセプトと基地に富んだ会話で満たされた、爽快で恐ろしい独創的な冒険だ。シリーズで滅多に処理されることのなかった重要な関係が扱われていると褒めたたえた。彼は、イドリスのキャラクター作りの器用さに感心し、この関係を極めて感動的だと感じた。デイリー・テレグラフのギャビン・フラーは、スミスとジョーンズ及びシーンの演技を称賛し、本作を大いに面白いと表現した。インデペンデント紙のニーラ・デブナスは、ゲイマンのロマンスと悲劇とホラーを混ぜ、シンプルな物語を伝えながら、均衡をとって見せていると、ゲイマンを称賛したが、ローリーの死ぬことの多さを批判した。SFX の批評家ラッセル・レウィンは、ハウスの罠に5つ星のうち4つ、半を与え、止まらない陰謀と、とにかく注意深く制御された、サスペンスと評価した。彼は特に、スミスのエネルギッシュな演技を絶賛し、彼は、テクニカラーの花火のように画面上でビシッ、シュート音を立てていて、彼が画面を飾るすべてのシーンで輝いていたと述べた。イ軍のマットリズ・レイは本作を10点満点で9点と評価し、甘くて知的で変わっていて感動的ですっかり創造的で筋金入りのファンと新規ファンのどちらもが理解できる。これはドクター・フーだけでなく最高の SF テレビ番組でもあると論評した。また彼はゲイマンの脚本についても素晴らしく実行されたシンプルなアイデアだと称賛した。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは、見苦しい設定と気の狂った登場人物及び独特の会話で本作を好きになるか迷っていたが、最終的に魅了された。特に彼は、ターディスの内装を普段よりも多く見ることができた点を喜んだ。デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーは本作を5つ星のうち4つ星として評価し、完璧ではないが、その野心の荒探しをするなら切羽詰まることだろうと述べた。彼はイドリス役のジョーンズの演技について、彼女の前半のエキセントリックな演技は楽しむというよりも嫌な印象を抱きがちだと批判したが、エピソードの後半では彼女の演技も落ち着いたと考えた。彼はカレン・ギランとダービルが話の本筋にいないこともわずかな批判として挙げたが、彼らの演技そのものについては絶賛した。ジェフリーは本作の強みはプロットよりもむしろ登場人物にあると感じ、ハウスを倒す展開については少し残念なデウスエクスマキナだと指摘した。2013年にチャーリー・コイルはモア・ザン・エー・コンパニオン、ザ・ドクターズ・ワイフ・アンド・レプリゼンテーションズ・オブ・ウィメン・イン、ドクトル・フーというタイトルのエッセイを発表し、ハウスの罠とドクター・フーにおける女性の表彰について、イドリスの描写と本作の女性のエンパワーメントの試みを分析している。コイルは、イドリスのキャラクター性を批評して、表面的に、イドリスはシリーズにおける女性表彰で最も人の心をかき乱す例なのかもしれないと表現し、本作の彼女の具体化を批評した。また、彼女はドクターとイドリスが経験を共有していて、エピソードも彼らを平等なものとして描写しようと意図されているにもかかわらず、両者の関係が平等でないと批評した。一方、エミリー・キャペティには対照的なエッセイを発表している。彼女はドクターとターディスの新たに作り出された原動力を称賛し、ターディスはドクターと平等な立場に昇華したとエッセイ。A Boy and His Box of To See the Universe, Madness, Power and Sex in the Doctor's Wife の中で述べた。ハウスの罠は2011年、ブラッドベリ賞、2012年、ヒューゴー賞映像部門短編部門を受賞した。ありがとうございます。